こんにちは、キマズマです、本日はですね、プレゼントキャンペーンの告知の動画となります。はい、ということで本当にね、日頃から、お世話になっております、フォロワーの皆様、そしてチャンネル登録者の皆様ですね、少しでも恩返しをしたいというところでですね、今回プレゼントキャンペーンを企画させていただいております。で、今回ですね、私が皆さんにお渡ししたいものと、あと皆さん自身がどういうものを欲しがっているのかなっていうのをインスタグラムのストーリーズ上でですね、リサーチさせていただいた中でたまたまぴったり合致したものがありましたので、今回はね、そちらにさせていただきました。で、商品はスターバックスさんのタンブラーになるんですけれども、韓国のスタバさんで、買うタンブラーは基本日本では買えないものばかりなのばかりというか、日本では買えないので、基本的には何買っても、韓国限定みたいな形にはなるんですけど、今回その中でもですよ、その中でも韓国ってスターバックスさんの店舗数が1639店舗あるらしくて、で、日本よりか店舗数多いらしいんですよね。で、さらに言うと日本と韓国の人口が日本の方が2倍ぐらいいるので、要は韓国って日本の人口の半分ぐらいなのに、スターバックスコーヒーは日本の店舗数よりも多いということで、コーヒー文化が根付いている国なんですけど、そんな中ですね、韓国の中でもすごく大人気の、スタバさんの1号店のですね、イファ女子大学前の店舗でしか買えない限定商品がありますということでですね、そちらを今回ね、買わせていただきました。で、これがのタンブラーになります。で、これは僕がプライベートで使うように買ってきたので、完全にプライベート用の僕のね、タンブラーになります。で、これ全く同じものが新しい箱の中に入って、まだね、保管してありますので、そちらを当選した方にお渡ししたいなというところでございます。韓国の1号店でしか買えないザ・ファーストストア限定のタンブラーになっております。なので、ほぼ被りませんし、これ持ってね、日本のスタバの店舗で、すいません、このコーヒー入れてくださいって言うとね、ちょっとね、何これ、あれやるじゃないですかみたいな、ザ・ファーストストア限定のタンブラーですよねってほぼね、なるかなと思いますので、ちょっと唯一感に浸りながら使っていただければいいんじゃないかなというところでございます。めちゃくちゃね、かっこいいですよ、この本当にこの、ちょっと光が入りすぎちゃってるんで、明るく見えてますけど、結構シックな感じで、場所を選ばずに、恥ずかしくない使い方できるんじゃないかなというところでございます。こちらですね、プレゼントさせていただきます。で、実際の詳細に関しましてはインスタグラム上で公開しておりますので、 YouTube の概要欄のリンクからインスタグラムのリンクを踏んでいただいて、プロフィール画面の一番上の方にですね、キャンペーン情報を載せておきますので、そちらから詳細とか応募方法については記載しておりますので、その手順に沿って応募していただけると嬉しいなと思います。で、今回ちょうどね、今日この動画が公開される日にTBS のゼニバカさんっていうテレビ番組でですね、出演予定になっておりまして、で、撮影も済んでいるんですけど、なのでちょうどね、いいタイミングでテレビを見て、YouTube に来ていただいて、私のことを知って、またさらにね、メインで活動しているインスタグラムの方に来ていただければ、これからね、韓国にまつわる情報だったり、あと旅行とかね、観光でこういうお店行った方がいいですよっていう情報を中心にご紹介しておりますので、改めて初めての方に関しましては、ぜひ、YouTube のチャンネル登録とか、Instagram のフォロー、ぜひよろしくお願いいたします。日常的なお話だったりとか、これから私が取り組もうとしていることだったりとか、観光情報に関しましても、基本的には Instagram の方ですね、メインでやっておりますので、韓国の情報をしっかりと入手したいよって方は、インスタの方も合わせてプロフォローしていただけると嬉しいなと思います。ということで、一旦ね、キャンペーンの情報に関しましては以上となります。雑談にはなるんですが、今回韓国のこちらのね、タンブラーをプレゼントさせていただく、というお話させていただいてて、で、直近でタンブラーとかね、買ってたりするので、僕が持ってるスタバのタンブラー紹介をね、勝手にやらせていただこうと思うんですけど、で、このね、大理石のタンブラー、これ韓国のスタバさんで大理石とかこういったデザインのタンブラーが出る時期って、もう本当に朝一並んで買わないといけなかったりとか、どの店舗行っても売ってなかったりとかするので、ちょうどね、皆さん韓国に行く時期が、こういった大理石系の可愛いタンブラーが発売する時期だったら、ぜひね、朝一韓国のスタバさん行って もいいんじゃないかなというところでございます。で、結構ね、韓国のスタバさんって独自路線行っていて、スタバ韓国だけあれなんですよ、資本が違くてですね、韓国独自のスタバさんになってるらしいんですね。なので、日本のスターバックスコーヒーと置いてる商品全然違いますし、タンブラーだけじゃなくて、コーヒーも限定商品たくさんあるし、あとね、ケーキに関してもすごくね、変わった商品というか限定商品が出てたりもしますので、ぜひね、スタバさん、スタバックスコーヒー好きな方は、韓国でも行っていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、僕が、日頃からよく一番ヘビーに使っているのが、めちゃくちゃでかいタンブラーさん、ね、になっているんですけど、これが僕が一番韓国のスタバの中で好きな店舗のキョドン
1960店ですかね、キョドンシジャンの中にある店舗なんですけど、本当にね店内がめちゃくちゃおしゃれで、日本のスタバにはないような本当にね面白い店舗になっているので、ぜひね保管する際には行っていただきたいのと、あとねそちらのスタバの情報に関してもインスタグラムとか YouTube で過去にご紹介しておりますので、ぜひ見ていただければと思います。でこちらね本当に容量大きいので、あのトールサイズ、グランデサイズもねしっかりと入る、すごくお気に入りの商品になってます。これで見えるかな、うっすらスタバのロゴさん、スロゴが入っていて、コラボ商品っぽくてですね、このメーカーさんとのコラボだったり、韓国のスタバはいろんなコラボやっておりますので、そのタイミングに合わせていくのも面白いんじゃないかなというところでございます。あと最近ね、安徳駅の近くで見つけたおしゃれな、カフェがありまして、そちらの方、そちらのね、あのカフェの紹介もつい最近あのインスタグラムと YouTube とかでショート動画でやらせていただいてるんですけど、このコットンさんっていう、お店のね、あのグラスもねちょっと気に入りすぎちゃって、2つねあのこのサイズ違いで買わせていただいたんですけど、ぜひ安徳駅近くに行く際にはですね、あのコットンさん、コットンソウルさんですね、行ってみてもいいんじゃないかなというところでございます。はい、ということでちょっと脱線しましたけど、今回は皆さんにお礼を伝えるべくですねキャンペーンやらせていただきますので、ぜひこちらを応募していただければと思います。はい、ということでぜひこれからもよろしくお願いいたします。またねー。